皆さん、はじめまして。ジャパンルネサンスにようこそ。本チャンネルは、日本文化再興を目的とした放送番組です。なぜ人間は平等になったのか。ニーチェが指摘するように、民主主義の根本にあるのは、神の前での霊魂の平等というキリスト教神学です。今一つ別の、これに劣らず気の触れた概念が、現代精神の血肉のうちへとはるかに深く遺伝された。それは神の前での霊魂の平等という概念である。この概念のうちには平等権のあらゆる理論の原型が与えられている。人類はこの平等の原理をまず宗教的誤調で口ごもることを教えられたが、後には人類のために道徳がこの原理からでっち上げられた。人間がこの原理を本気で受け取り、それを実践的に介することで終わったとて何の不思議があろう。言ってみれば、それは政治的に、民主主義的に、社会主義的に、自分のペシミズ的に介されたのである。三島由紀夫、権力の意思より。ここでは神の前での人間の価値の平等という概念がこの上なく有害である。それ自体では強い天性の者たちの特権に属する行為や真実が禁ぜられた。あたかもそれらはそれ自体で人間の品位にふさわしくないものであるかのように、最も弱いもの、己自身に対しても、また最も弱いものの防御手段が価値規範として立てられたことによって、強い人間の全傾向が悪評を被った。それは必然的に多数者による先制、例外的人間への攻撃につながります。20世紀に入り、民主主義は一種の世界宗教のように拡大していく。アレクシス・ド・トクビル、1805年から1859年が予言したように、市民が互いに平等で似たものになるにつれて、ある特定の人間、ある特定の階級を盲目的に信ずる傾向は減少する。市民全体を信用する気分が増大し、ますます世論が世の中を動かすようになる。アメリカのデモクラシーより。トクビルはさらに言う。平等は人を同胞市民の一人一人から独立させるが、その同じ平等が人間を孤立させ、最大多数の力に対して無防備にする。境遇が平等な国民に絶対的先制政府を受理することは、そうでない国民に比べて容易だろうと思う。そしてそのような国民の下に一度そうした政府が建てられると、その政府は人々を抑圧するだけでなく、長い間には一人一人から人間の主要な属性のいくつかを奪おうとするであろう。私はそう考えている。先制はだから民主的な政権には特別恐るべきもののように思われる。三島もこうした議論の流れを正確に理解しています。そして私は近代日本が摂取した西洋文明のうちで最も害悪あるものをキリスト教とみなしている。中略。キリスト教道徳は根本的に偽善を包んでいる。それは道徳的目標を、ありもしない普遍的人間性ということを、神の前における人間の平等に置いているからである。女嫌いの弁より。近代国家においては権力の正当性を国民に置いている。国民主権というわけ。三島は政治に理想はないというところから出発すべきだと考えた。しかしそれは建前であり、民主主義を採用したら国は即時に崩壊する。だから議会主義、三権分立、二院制といった権力の集中を制御するシステムが必要になる。これら妥協の産物、相対的な技術を守らなければならないというわけだ。B 層は民主主義イコール善という教義に洗脳されている上、民主主義と議会主義の区別もついていない。私が民主主義の問題点を指摘すると、お前は民主主義を否定するのかと騒いだりする。この場合、彼らの言う民主主義とは、大抵議会主義のことなんですね。それで、と話が噛み合わなくなる。さすがの三島も学生のバカさ加減に呆れ返ったのでしょう。こんな文章も残している。青年は人間性の本当の恐ろしさを知らない。
そもそも市民の自覚というのは人間性への恐怖から始まるんだ。自分の中の人間性への恐怖、他人の中にもあるだろう人間性への恐怖、それが市民の自覚を形成していく。互いの人間性の恐ろしさを悟り、法律やらごちゃごちゃした手続きで互いの手を縛り合うんだね。中略。だからこの際、東大を人間性の完全な解放区、つまり動物園にして、気づかない青年たちの完全なる自治に委ねる。その時いかなる事態が生ずるか、身をもって学生たちに体験させる。いやでも気づくだろうさ。三島由紀夫町、東大を動物園にしろ。三島が死んだのが1907年の中で、連合赤軍の山岳の山岳寄宿舎の米軍事件は1971年、浅間山荘事件は1972年である。なお三島はこんなエピソードを紹介している。皆さんの警察は皆さんでなさい。物を判断することを覚えなさい。仲間に悪いことをする者があったら皆さんの手で罰しなさい、といったところ、たちまち明くる朝、一人の生徒が仲間の手で首をくくられてぶら下がっているのを発見した、という話を書いている。関東圏より。それではまた次回をお楽しみに。さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。